天才池森チャンネルオープン。じゃーん、まさにつけ麺、つけそば作っちゃいます。いやー、めちゃくちゃ美味しいのまたできちゃった。おー、もしかしたらこの子がエースになるかも。いや、これはね、で今回、そうだ、つけ麺のいわゆるまあラーメンの、はい、本当につけ麺食べに行った時のおつゆあんじゃん、それやってなかったなと思って。昔風のいわゆるしなそば系のつゆができちゃいました。本当にこれはね、うまいっす。一人前 200cc で、そこに、はい、カツオ屋さんのお出汁、カツオ出汁 200cc に対して1個、だ濃い贅沢に。でまあ要するに海系と動物系のコラボをしたいじゃないですか。そこでオープニングで紹介したウェイパー、これまあもうみんな知ってると思うけど、この鶏ガラはねすごいな、最強ウォーウォーです。無敵、これはマジ無敵。出汁を取って、まあもちろん今まで通り麺つゆとスープはこれだけ。これは水から出汁を入れて、まあ、2分ぐらい、もしこの辺で2分、まあ出汁さえ取れちゃえばもう麺も茹でても、ちょっとやりにしてじっくり出汁を、はい、 OK、 よし、じゃあ出汁を出します。最後はまたグッとこう、よし、このぐらいに材料、こっからはまあまあ早いかも。太めに切っちゃってください。ネギは太めに切ります。今回はね、本当にしなそばに入ってるネギのように全部細かくしちゃいます。よし、きそうです、きそうです。よし、ちょっと先に麺を締めちゃおう。よし、ドバッ、おお、よし、よし、ちょっとこれこうしといて、の大さじ、いつも通り2人前が2対1なんで、まあ、はい、これいつも通りの黄金比でございます。でここにウィーパー、2人前は小さじ1つなんで、まあこれもこうざっくり、まあこれが、これほんとごま油も入ってるから、もうこれでね完成しちゃうんですよ。最高のいわゆるつけ麺屋さんと蕎麦屋さんのもういいとこ取り。でここでネギを、入れちゃいます。よし、これなじましときます。と海苔、この海苔がまたね、しなそば感が出る。じゃあ仕上げますよ。さあ、蕎麦を切っての、じゃーん、じゃーん、卵じゃんじゃーん。よし、いっちゃいます。いくよ、これ炙っちゃいます。このひと手間がね全然違うから。よし、来たぞ。あら、めっちゃいい香り。これをガツンとこうしちゃいます。特製スープを入れの、でここにブラックペッパー、これまあまあ入れちゃいます。 OK、 で最後に
海苔だけは入れます。はい、池森特製つけそば完成。いただきます。まず麺を入れていただきます。天才。これはね、ナルトをまず入れていきます。で、卵はなんかちょっと黄身が溶け出すのが嫌なんで、はい、俺はだよ、麺食べたら入れる的な。で、炙りはね、もう炙った後ですぐ食べて、ちょっとチャーシュー風であってもお店になりますから、この一手間で。じゃあ炙りチャーシュー一気に。はい、もうはいはいはい、うまい。でチャーシューが口に入ってる間にまた麺を。うん、めちゃうまい。うん、これはね、だしとウェイパーのコラボがマジで出てから、もう食べた瞬間、あ、昔風ラーメン、シナスバっていうね。さあ、締めにそば湯をここに。これがね、猛烈うまいっす、マジで。俺これ以上うまい、なんか魚介のスープのラーメンは出てこないもん、これがうますぎて。まあ、ウェーバーね、もう多分どこの家庭でもあると思うんで、鶏ガラでは、鶏ガラの元ではなくて、ぜひこれやってください。そうすると別に最後にごま油とか、鶏ガラの時は最後ごま油足したんだけど、なんかね、なんだろう、ごま油って難しいよな、なんかね、焼肉風になっちゃうのよ、ちょっと韓国料理的なつけ麺からさ、なんか情報を得るとしたら、やっぱりラー油とかさ、あれがうまみ、うまみじゃん。そう思った時に、あ、油、ごま油、あ、パッと後ろ見たらいろんなのこれ入ってるやんと思って、これにしたら見事にもう、あの海系と動物系のガチャーンっていうのはね、看板の起きちゃいました。皆さんぜひ試してみてください。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で。閉店。